こんにちは、ダブリンニュースクールエミーです。久しぶりの投稿となります。お久しぶりです。チャンネル登録してくださってる方、いつも何気なく拝見してくださる方、ありがとうございます。2ヶ月ほど動画を全く更新せず止めてしまったきりだったんですけれども、まあ、改めてね、こう自分が動画で作りたいこととか今の状況とかを踏まえて今後どうしていこうかなって思った時に、いろいろこう自分でせっかく作ったチャンネルなんだけども、なんかこう行き詰まってしまって止まってしまいました。なのでね、まあこの2ヶ月間のこともちょっといろいろあったりしたので振り返りつつ、簡単にこうフリーな感じで、特になんか議題とか決めず、カメラでなんか記録を残してみようかなと思って、今レックしている感じです。改めて今回初めてチャンネル見てくださった方、はじめまして。簡単な自己紹介をしますと、私はつい最近までなんですけども、アイルランド、ダブリンの方に留学をしていて暮らしていました。で、まあ2年半ぐらい、約2年5ヶ月かな、住んでて、今はイギリスに引っ越してきて、こっちで今観光ビザ6ヶ月のビザで滞在をしている形になっています。早いものでですね、イギリスに来て4ヶ月経ってしまったんですけれども、この間にですね、まあ、ロックダウンが再びかかったりとか、まあ、渡航をね、他の国に行くこととかも今ね、自粛でできなくなってしまったりとかが、新たにまたこの暮らしている中で起きてしまっている感じです。普段私のビデオでは、まあ、今まではね、アイルランドのレコードの話メインだったりとか、生活にまつわる話をしてたんですけれども、まあ自分のチャンネル内でイギリスの今の状況、自分の中の状況とかを発信する機会もなかったので、それを少し織り交ぜていこうかなと思います。はい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 。で、まあせっかくなんで、こういうなんか誰かに向けてとかってすごい緊張してしまうし、私個人的に2チャンネルのひろゆきさんの YouTube の大ファンで、かなり今も欠かさずチェックしてるんですけど、まあね、お酒飲みながら話すみたいなのすごいいいなと思って、私もそのひろゆきさんのをお酒見ながらいつも見てるので、ちょっと私も今飲みながらこの動画を進めていこうかなと思い、久しぶりにね、ベイリーズ飲もうかなと思います。知ってる人は知っているでしょうか。これアイリッシュクリームって言われるお酒のジャンルで、ベイリーズっていうね、名前なんですけれども、まあ、アイルランドの有名なリキュールです。これ私がダブリン引っ越す1週間前とかに、あのよく行くクラブのね、大元はオールシティのスタッフの友達なんですけど、まあスケボー少年の男の子がいて、その子に最後、ダブリン俺たちのこと忘れるなよって言ってくれたお酒です。まあね、アイリッシュのみんな暑いんですよだからね、ちょっと今日はそのアイルランドの空気も触れつつ、ちょっと構想していこうかなと思います。まず飲んでみましょう。これでも私、あのアイルランドに来る前までは正直ベイリーズってお酒知らなかったんですけど、すっごい有名だと思うので、別にアイルランドを好きとかそういうカルチャー云々とか抜きにしてもね、知ってる方は知ってるんじゃないかなって思います。とね、まず色を見てほしい。どんなのか、こんな感じなんですよ。わかるかな、コーヒーミルクみたいな色じゃないですか。なんかね、あの多分これはリキュールだと思うので、何かと割って飲むのとか、あとは氷でロックで飲んだりするのもいいかと思うんですけど、まあね、正直なところこの味が本当に美味しいのと、まあ、氷入れちゃって溶けちゃうと味にすっごい歪みが出ちゃうので、私はニートって言われるこのままの飲み方を推奨します。もちろんあの本体のお酒を冷やしてですけども、はい、飲んでみようと思います。ではスランチャ。美味しい。美味しい。久しぶりに飲みました。これなんか
17% あるんですよ。このすごいミルキーっぽい色味じゃないですか。こう例えるにカルーアミルクっぽさみたいなのはあるんですけど、もっとなんかすっきりとした甘さで、なんていうのかな、ちょっとコーヒーっぽいっちゃコーヒーっぽいけど、別にコーヒーは関係ないんだと思う。うん、私岡村ちゃんは好きだけどカルーアミルクは嫌いだからな。ちょっと何とも言えないんですけど、甘いだけど嫌な感じの甘さじゃなくってデザートカクテルみたいな感じで美味しいです。うん、飲みやすい。まあ 100% 女の子におすすめなお酒ですね。ウイスキーとか苦手な子とかには絶対アイルランド来たらこれ飲んでほしいです。基本どこのお店にも置いてあるし、もちろんスーパーマーケットとかにもあるし、そんなに別に高いお酒ではなくて、まあイギリスもね、イギリスとアイルランドでそんなにカルチャーとかお店とかも変わらないんですけど、普通にテスコっていうスーパーに売ってるし、まあ私日本でこのお酒をね知らなかったので、ちょっと どういう形態で売られてるかわからないんですけど、多分普通に都内のドンキホーテとかあると思うし、まあ、格安とか、あと普通にアマゾンで売ってると思うので、もしお酒好きな方いましたらぜひチェックしてみてください。すっごい美味しいです。うん、そんなにグイグイね飲んだら酔っ払っちゃうけどって感じで、そう、今ねアイルランドもイギリスもなんですけど、ロックダウンがかかってしまって、こっちの状況今どんな感じってたまに友達からメールインスタグラムの DM で聞かれたりするんですけど、正直なところ私がね最近感じるイギリスでの話になっちゃうんですけど、1回目にあったロックダウンよりはそこまで生活困ることあるとか、なんか生きにくいなみたいなのは感じてないです。なんかロックダウンかかる前とかかった後っていうのをまだあんまりそんなに実感はしてないですね。1回目に会った時はもうスーパーが1時間以上並ぶとかザラでしたし、トイレットペーパーもそうですけど小麦粉がまず消えたりとか、その食品の品切れとかがあったりとかで大変だな、まあ節約しなければみたいなのとか、あとガソリンスタンドがすっごい並んだりとか、いろいろこう生活に影響はあったんですけど、今はスーパーとかも全然並んでないですし、そこまで、まあ、品物とかもね、何かがこれだけ欠品してるみたいな、買い占めてるみたいなのもなく、日常といえば日常です。ただやっぱりスーパーはやってるんですけど、レストランとかパブはクローズかかってて、完全に今はもうデリバリーフードか、まあ、自分たちでピックアップするコレクションってやつ以外はできないので、そういった部分では頻繁に利用する方であればすごいまた生活しにくくなったなっていうのはもしかしたらあるかもしれません。ただ義務教育だったりね、学校の方はオープンしてたりもするので、前は完全に閉まってたんですけど、そういった部分でやっぱりこうどうしてもね前回っていうものが ある上で比べる中ではそこまで生活しにくいみたいなのはないですね。ただやっぱり前と違ってマスクの着用はかなり義務付けられていますし、周りでもマスクしてる人目立つなって思います。やっぱりね、やっぱ日本ってすごくこうマスク文化があると思うんですよ前から。その分それと比べるにイギリスでは全然マスクつけてる人いないですし、いなかったんですよ正確には。そうで、ロックダウンかかってからとかもあんまりみんなの意識でマスクつけようぜみたいなのは最初の頃はそこまでなかったと思うんですよ。ただ今はどこのお店とかもマスクつけなきゃ入っちゃダメっていうのが多いし、レストランとかも、まあ、今はクローズねかかってるんですけど、1ヶ月前ぐらいにレストラン行った時はマスクしなきゃダメっていうのをもう義務付けされてたし、トイレ立つ時ですらもマスクしなきゃいけないとか、あとは、まあ、イギリスの場合、例えばパブとかだったらお酒とかは自分で頼みに行くスタイルとかもあるんですよ。もちろんウェイターさんがいたりっていうのもあるんですけど、イメージするにこう渋谷とか新宿にハブっていうイギリスのパブモチーフのお店があるじゃないですか。ああいう感じでバーカウンターに自分でドリンク頼みに行くとか、そういうのが全く今できなくなっちゃってて、もう着席したらばそこにトイレ以外は立たないみたいなのがマナーだし、お店側も、まあ、パーテーション立ってる
ね、席がほとんどだし、あとは 50% 以上お店を埋めちゃダメっていうのが政府から出てるので、本当にスカスカな状態っていう感じでしたね。まあ今もそれはね、営業停止になっちゃったんでないんですけれども、そんな感じで今はマスク本当に着用しないとスーパーとかも入れないですし、一応ねダメってなってるけど、まあしてない人も稀にいるかもしれないですね。でもやっぱりこうマナーとしてやっぱつける感じが本当に今のイギリスでなってるので、結構ストリクトな感じは、どこ行っても感じますね。あ、でも今話してて思い出したんですけど、私個人的な意見でちょっと困ってることは一個あって、スーパーとかで品切れとかは本当にないですし、今何か生活するに不便なことはないんじゃないんですけれども、私、毎日納豆を食べてて、日本人だしね、わかんない、私すっごい食べることにもう毎日楽しみがあって食いしん坊だからなんですけど、納豆を最近買えなくって、多分なんか物量の問題だと思うんですけど、ここ1ヶ月ぐらいずっとなんかどこのお店行っても品切れになってますね。で、まあ当たり前ですけど、納豆って別にどこのスーパーマーケットに売ってるわけっていうものじゃなくって、かなりこう限られた多国籍の調味料を取り揃えられてるお店でしか売ってないんですけれども、まあ、いわゆる日本で言ったらカルディとか成城石井みたいなお店じゃないと売ってないんですよ。で、ロンドン市内結構たくさんあるっちゃあるんですけど、今自分が住んでるところからそういうお店って近いわけじゃないので、そんなに頻繁に行かないので、私が行ってるタイミングたまたまもしかしたらないのかもしれないんですけど、ここ1ヶ月で、まあ、大体週間に1回ぐらい行くんですけど、ないですね。実は今日もさっき行ってきたんですけど、やっぱ納豆なくって、まあ、イギリスに暮らしている方もしかしたら知ってる人いると思うんですけど、ユタカっていう日本食のブランドがあるんですよ。そこの大元の会社の豚屋さんかに問い合わせて納豆ありますかって聞いたら、やっぱり今ソールドアウトかかっててないみたいなんで、多分ね今イギリスのロンドン内ないんじゃないかなと思います、納豆は。他の国の日本のね、どうなんですかね、あるのかな。まあ納豆にこれ限らずなんですけど、結構日本のねセレクション見てると、普段よりは明らかにこの棚のスカスカ具合が目立つし、まあ別に日本に限らず、なんかね、私が行ってるよく行くところはキムチがいつもなかったりとか、他の国の調味料とかも目立つな。調味料っていうのはそういう食べ物っていう固有名詞のものが割となくなってる印象ぐらいですかね、困るといえば。ちょっとこじつけ感はあるけど、もう基本私は今こっちに住んでて毎日自炊してて、まあ、日本食作ることが多いので、そういった部分では困るかなって思ったり、まあ実際のところイギリスの普通の、ね、スーパーマーケットで醤油とかは売ってるんですよ、どこのお店も。ただやっぱ味噌とかあんま売ってなかったりとか、おたふくソース的なものとか、あとオイスターソースとか売ってないから、そういうのはいつもこのね決まったお店で買いに行くんですけど、結構目立つから、まあ大変っちゃ大変。まあね、その辺なんとでも応用はね聞くっちゃ聞くので大丈夫なんですけど、そんな感じ で今一緒に住んでるのがジャックとプーリーちゃんって、いつも私の動画内で出てくる子たちなんですけど、もうね、彼らのご好意を当たって、私今別に家賃とかを払ってないんですよ、こっちで。なんか住むとこなかったらもう家にいたらいいじゃんってことで、まあ、ただその分ですよ、と毎朝ね洗濯をみんなの分して、あと朝と夜みんなの分ご飯作って、夜そうちょっと掃除したりとか、まあキッチン周りとかねやったりとかっていうのを毎日してて、本当になんか結構、まあ、1日でそれをやるのってほぼそれになっちゃってて、みんなとご飯食べるのとかすごい楽しいし、料理作るの好きなんで全然苦じゃないんですけど、これ別にイギリスじゃなくてもいいなっていうのは結構ね最近思うんだけど、そんな感じで私のルーティーンが本当今主婦みたいな生活。いやでも主婦の方って本当大変なんだろうなってしみじみ思います。私はね別に結婚もしてないし子供もいるわけじゃないから全然苦労とか違うと思うんですけど、いろいろなんか最近この2ヶ月はね自分のお母さんのこととか考えて尊敬してるし、友達で子供いる方とかに対して本当すごいなっていうのを実感した時間でもありましたね。
何の話だこれそう、そんな感じで今自粛生活をこっちでしてます。でこれからね動画を作るにあたっていろいろ自分の中でもまあ暇っちゃ暇なので考えたりしてたんですよ。で自分の動画を見直すことって全然なかったんですけど、最近なんかねビデオ作りたいっていう気持ちはすっごいあって、私すごい自分は映画好きなんで、将来そういった道に、まあ将来っていう年齢でもないんですけど、でもその辺諦めてなくって、どうしても映画の道に進みたいっていう思いが実はあって、そんなことをねまだ達成してないのにこういうチャンネルの中で公言すべきことではないんですけど、そういう目標はあってのなんか動画の編集とかを自分で模索したいなと思ってチャンネル開設した意図があるっちゃあるんですけど、まあね正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、その中でこうチャンネルを作っていって、英語のサブタイトルは絶対につけようってもう最初から決めていたんですよ。でまあすごい面白いことに、チャンネル登録者何々さんがあなたのチャンネル登録しましたって Gmail アカウントでメールが来るんですけど、結構海外のお名前の方とか多いですし、たかがと言われてしまえばたかが、まあ底辺 YouTuber といえば底辺 YouTuber な、まあ、登録者数なんですけど、まあ私の全然知らない人たち200人、まあ、登録してくださってるっていうのもすっごく私は嬉しいですし、今こう何ヶ月かチャンネルをやってみて少しでも見てくれる方がいるっていうことに大変胸熱なんですけども、まあ、海外の方が本当多分半分くらいなんですよ。つまり100人いて、その方たちのに向けてもちゃんとね英語字幕つけたいなって思ってやってきたんですよ。ただこれは私がね英語が苦手なだけだからもっと頑張れよって話なんですけど、いつも、まあ、特にレコードレコメをするときは日本語、自分の話しやすいのが日本語だから日本語では話してしまってるんですけど、別に対日本人だけに伝えたいわけじゃなくって、本当にアイルランドのそのアンダーグラウンドのミュージックっていうのを世界の人に多分知らない人の方が多いから伝えたいなって思うし、その面でやっぱり英語字幕は絶対に必要だなって思ってます。で、ただですね、いつもの私のこの動画の作り方としては、自分が話したことを後日一回こう全部タイピングで日本語に打ち直して、それをそのまままるっと Google トランスレーションに訳していました。でそれをと今一緒に住んでるジャックにメールで投げて、これを正しくしてほしいっていう依頼をしてます。でジャックは少しだけね日本語が話せるのと、なんとなく私が言いたいであろう文脈みたいのを分かってくれるので、それでこの Google トランスレーションでやったちょっと機械的な英語をですね、もうちょっとナチュラルに直してくれることをいつもしてもらってます。ただジャックは自分でも言ってるんですけど、英語が苦手だからあんまり聞かないでほしいなみたいなのを言ってて、ここで絶対終わらせないで。でもイギリス人なのになんで英語下手なのって私も最初思ったんですけど、例えばこう私たち日本人も日本語苦手な方っているじゃないですか。こうどういうふうに言葉のセンスであったりとか、何か言い換えるのにちょっと語彙力が足りないというか、こうボキャブラリーが足りないというか、そういった部分であまりジャックは文系的な脳みそを本当に持ち合わせてないんだなって、これ違う、悪口になっちゃうけど悪口じゃなくて自分でも自負してて、でもう一人ね、プーリーちゃん、プーリーちゃんはすっごいポエミーな子で、まあ英語のまあもちろんネイティブっていうのもあるけど、すごいねいつもね英語の使い方が面白いっていうか、教科書にないすごいこう詩的なセンスを持ち合わせてるんですよ。で、まあ、プーリーちゃんは全く日本語わかんないのと、当たり前ですよねそんなののと、あまりなんていうの、ネイティブ以外に友達がいないから、例えばその海外の人、海外なんていうの、英語が全く話せない人と話した時に、それで何が言いたいんだろうみたいなのがやっぱあるっぽかったんですよ最初の。私もそうだけど、っていうのが結構ねあったから、一回こうジャックをねニュートラルな英語を挟むことによって、こうプーリーちゃんがすごくこういい感じに英語を直してくれてたんですよいつも。なので私はいつも英語字幕作るときにその、2ステップがあって、でやっと最後自分の動画に字幕を貼るみたいな作業をしていて、だいたいこれを作るのに1週間ぐらいかかってしまってたんですね。
英語字幕作るのに、まあぶっちゃけて言うと、だから私の動画をちゃんと英語字幕見ると自分が言ってることとは全く違かったりとか、なんかちょっとニュアンスがずれてたりしてしまうのは、そういった挟んで、まあ伝言ゲームじゃないんですけど、そういう過程があったからなんですけど、私はそれはそれで気に入っていて続けているんですけど、ただですね、そこに本当に注視してて、英語字幕を作るっていう過程に時間持ってかれちゃうし、結構ハードなね、仕事で、来るのをためらっちゃうというか、ためらっちゃうというか、言葉悪いけど、めんどくさいなみたいなのは正直あって、で、それに輪をかけてなんですけど、自分の動画見直した時に、レコードレコメンのやつが全然不人気で、なぜか私が適当に撮った、アイルランドの不動産の悪口のやつが一番伸びてて、そこまで、なんか、自分で勝手に課せたルールに苦しめられるんだったら、まあ、ちょっとフリーな感じで、変わらずも英語字幕はね、つけるものにはつけて、つけない、こういうなんかダラッとしたやつが、ちょっと挟んでもいいのかなと思い、まあ、20本作ってみて、の感想かな。今後の自分のためにちょっと今メモがてら残そうと思ったんですけど、そんな感じで多分これから英語字幕つけなかったりつけたりみたいなコントラストを取っていこうと思うんですけど、もしなんか気になる方がいたら、こういった事情があるということを、ちょっとでもなんか、あ、めんどくさいからつけてないんだな今回ぐらいに思ってくれたらありがたいです。はい、そんな感じで、なんだかんだ言ってね、もう4ヶ月イギリスに滞在して経っちゃったんですけど、あと2ヶ月ですね、まあ、こっちで生活して、一応もう日本の帰る航空券を取ってて、今3ヶ月だけ日本に帰ろうかなっていうのは思ってます、来年年明けてから。なんですけど、まあ今家族がねおじいさんおばあさんがいて、すごく会いたいんですけど、ちょっと今重い病気もあってですね、逆に会わないね、コロナとか、まあそれこそ飛行機とか使ったら怖いですから、まあ、それこそ会いに行っちゃダメなのかもしれないなってい こう葛藤が今あって、どうするか決めてないんですけど、一回帰ろうかなと思ってます。でもね、その後ですよね、またこっちに戻ってくる気でいるんですけど、それもできないかもしれないし、まあコロナの状況ですよね、ちょっとどうなるか分かんないけど、あと2ヶ月はそうね、いろいろもっと考えたりとか、まあ、せっかくこっちにいるんだから、ご飯作って洗濯して寝てみたいなんじゃなくって、もっとなんか自宅でできることとかいろいろやっていこうかなと思います。なんかこうカルチャーショックみたいなのって、やっぱりアイルランドとイギリスでは全然違かったりとか、まあ、国民性みたいなものって絶対あると思うから、こっちに来てね、やっぱりすっごくびっくりしてることとか、本当毎日のようにボンスコボンスコ起きてるんですけど、ある意味なんて言うんだろう、生活のカルチャーショック、例えば靴履いたまま家の中に入るとか、トイレとシャワーがお風呂場が一緒になってるとか、そういうのに、まあ、驚くっちゃ驚くんですけど、結構そういうのってもう2日3日あれば慣れるんですよね、体は。生活ね、そのフォークとナイフでご飯食べるとかっていうのは慣れるけど、人と人との距離感っていうか、生活の違い、文化の違いで育ってきてるから、そういうところのカルチャーショックは結構心をこうごっそり持ってかれるというか、慣れないなっていうことは最近多々あって、仲いいから喧嘩も最近するし、話せる、本気で話したりとかもするけど、なんて言うんだろう、私はすごい弱いし、結構ストレートに言われると落ち込んじゃったりするんですけど、なんか本当に物をストレートに言うなーって当たり前ですけど思うし、結構そのごめんなさいありがとうっていうのは日本人はすごく言うと思うんですよ。そういったところでもやっぱ言わないんだなみんなとか思うし、なんかそこで傷つくとかではないんだけど、カルチャーショックっていうか、対人関係での日本とイギリスとか日本とアイルランドの違いみたいなのはめちゃくちゃあるから、今のねこの時期で留学をした方がいいなんておすすめは口が裂けても言えないんですけど、もし今後なんかいつかコロナが収まったりとか、もしこれから海外に渡航したいけどとか思う方がいるようであれば、本当にね異国で住むっていうことを私はおすすめします。日本で英語とか勉強できるし、映画見たりなんか YouTube 見たりとかして、その国に行った気持ちとか行った感覚っていうのは絶対味わえると思うんですよ。ただやっぱりこの人と人との触れ合いだとか、なんか突然のこととかに、なんかそういう時こそ本当に
こっち来てよかったなって思うし、落ち込んだりとか悲しくて泣いちゃったりとかもすることすっごい最近多かったんですけど、でもそれってやっぱ来なかったら分かんなかったなって思うので、最近そういう留学がねストップしてたり、多分ワーキングホリデーの準備してる方とかストップされてる方多いと思うんですけど、絶対の一生こんな状況じゃないと思うので、どこかのタイミングでもし海外渡航できることがあったら、そういったところを本当楽しみにしてほしいなと思います。でなんか自分に言い聞かせてるんですけどねなんかそういった部分でやっぱり人と他人との生活っていうのは、日本にいたら分かんなかったこととかなのかなって思います。そんな感じで、なんかこのビデオに終わりはないんですけど、ゆっくりとお話ししたりなんかも、これからのダブリンニュースクール続けていこうと思います。今日伝えたったことナンバーワンはこのベイリーズです。ぜひチェックしてみてください。あっという間に飲み干してしまいました。そんな感じで、はい、また次回のビデオでお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだな方、ぜひぜひ、サブスクライブよろしくお願いします。ではおやすみなさい。バイバイ。